皆さんこんにちは NCNP ブレインバンク司会を務めます木戸綾と申しますこの度は第23回ブレインバンク市民講演会の動画をご覧いただきありがとうございますオンライン講演会として早くも第3回目を迎えることとなりました皆様ブレインバンクについてすでに知っているという方も増えてきたのではないでしょうか そんな第3回目のテーマは考えてみよう脳と人生ですこの講演では脳にまつわる身近な病気とその予防健やかに生きるヒントについて知っていただくことにプラスしてブレインバンクの現場の姿も知っていただきたいそんな思いで特別企画もご用意しております。ぜひ最後までお楽しみください パーキンソン病とはどんな病気に移ります。昨今、ニュースでもよく取り上げられている病気、パーキンソン病。暮らしの中で耳にされる方も多いのではないでしょうか。50歳以上で起こることが多い病気で、10万人に100人から180人の頻度で発症する病気と言われています。ご講演いただくのは、国立精神神経医療研究センター病院、 総合内科医長、尾沙田孝先生です。それでは、尾沙田先生にバトンタッチします。こんにちは。国立精神神経医療研究センター病院、総合内科の尾沙田孝です。パーキンソン病とはどんな病気というタイトルでお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様は、パーキンソン病という病名を テレビ、新聞などで耳にしたことがあるでしょうか海外では俳優のマイケル・ジェイ・フォックスボクサーのモハメダ・アリがパーキンソン病にかかっていることを公表しております。日本の方ですと芸術家の岡本太郎シンガーソングライターの樋口良一作詞館 の a 六助、タレントのミノモンタがパーキンソン病であることが知られています本講演ではこのパーキンソン病についてお話ししていきたいと思いますパーキンソン病という名前はジェームズパーキンソンという医師に由来します1755年4月11日にイギリスのロンドンで生まれておりますそして 1824年12月21日に亡くなられましたパーキンソン先生の写真は残っていないのですが写真にその姿が残っていますこちらの赤枠で囲った方になりますパーキンソン先生の誕生日は4月11日になりますが その日は世界パーキンソン病デーと制定され、世界でパーキンソン病の啓蒙活動がされております。このパーキンソン先生は1817年にあのエッセイオンザシェイキングパルジーという書籍の中でパーキンソン病の患者についてまとめました。これを1887年にフランスの有名な神経科医、 シャルコー先生がそれに K を表してパーキンソン病と命名されましたパーキンソン病は50歳以上で起こることが多い病気です罹患率は10万人に対して100から180人の頻度で発症する病気ですそして右の図のあるように 高齢になるほど罹患率が高くなっていきますそのため65歳以上というふうに限定しますと10万人に対して約1000人おおよそ10倍近くに罹患率が増えていきます今後世界的に高齢化が進んでいく中でパーキンソン病の患者数は 爆発的に急増すると考えられています。次に、パーキンソン病はどんな症状があるかを説明させていただきます。左の図は、イギリスの神経内科医、ガワーズ先生の教科書に載せられたパーキンソン病の患者さんの絵になります。前かがみになるパーキンソン病で特徴的な姿勢を示しています。 パーキンソン病には4つの主な運動症状があります。1つ目は手足や頭部が震える「心線」。2つ目は他者が手や足を動かそうとすると関節に抵抗が感じられる「筋胸膜」。3つ目は素早く動けなくなる「動作緩慢」。つ目は 体のバランスが取りにくくなり転びやすくなる姿勢反射障害この4つになりますしかしパーキンソン病の症状はこの運動症状だけではなくパーキンソンコンプレックスと言われ巨大な像に例えられるほどの多彩な症状を認めます運動症状はもちろんのこと便秘嗅覚障害 うつ、精神症状、認知症、睡眠障害、自律神経症状、それ以外にも数々の症状が認められます。その病変部位は、中脳にある酷質になります。左の図が、実際の人の脳の病理所見です。 赤い矢印で示した部分が、黒質です。メラニンが沈着して黒く見えるところから、黒質と呼ばれています。そこにあるドパミン神経細胞が障害され、パーキンソン病が発症します。その結果、黒質がパーキンソン病では向かって右側のように、このように障害されます。 パーキンソン病では細胞内にアルファシヌクレインというタンパク質が凝集します。そして左の図にお示しするようなレビー小体を形成することで障害を起こします。現在根本的な治療はありませんが本邦でも多くの薬剤が臨床で使用されております。それをお示しします。 1954年のアーテンに始まり、1984年のレボトバ合剤。最新のものでは、2023年にフィアレブが保険収載されました。このように次々新しい薬剤が作られ、お示し,したような多くの薬剤が日常臨床で使用されております。こちらは、パーキンソン病の治験中の薬剤の 2023年時点でのまとめとの図になります一番外側にあるこの赤く染み上げた部分がフェーズ1つまり薬物の有効性や安全性を健康な成人で確認する試験が行われている薬剤になりますそしてその内側この赤い部分がフェーズ2 患者さんを対象に安全性と用法用老の検討する試験が行われている薬剤になりますそして最後にこの真ん中の部分がフェーズ3多くの患者さんを対象に有効性を確認する試験が行われている薬剤になりますそしてこちらの下半分 は症状を抑える対処療法の薬剤になりますそしてこの上半分は疾患就職つまり根本的な治療のための薬になりますこちらにお示しているように多くの薬がパーキンソン病の治療のために開発されておりパーキンソン病の患者さんの治療が発展していくことが期待されますご清聴ありがとうございました 皆さんパーキンソン病について初めて知ったことはありましたかまだまだわからないことがたくさんありますが日々研究が続けられ根治治療も含めた新しい薬の開発が日々進められているようですねこれからの進展にも期待して今後も注目していきましょう長田先生ありがとうございましたさてここで 今回の特別企画、バーチャル見学ツアー前編として普段公開していない NCNP ブレインバンクの日々の活動の様子をショートフィルムでご紹介しますそれでは早速映像をご覧ください国立精神神経医療研究センター病院東京都小平市の自然あふれるこの地にブレインバンクはあります 見学ツアーーのスタートです私たちの拠点である病理検査室と診断室では亡くなられた患者様のさまざまな病気の原因や病変の広がり方を診断する病理学に基づいて日々検査や作業が行われています。 ションは標本を作る工程ですここではホルマリン固定した脳を適切な大きさにカットして専用のプラスチック容器に入れパラフィンと呼ばれるロウのような液体に入れて固めていきます。 作業で3から6マイクロメートルの厚さに切られます1マイクロメートルは1ミリの千分の1ですので一般的な紙の厚さの約10分の1から20分の1ほどの厚さです スライドガラスにのせていきます。 会は慎重に行います。思いの架け橋へ。N. C. N. P. ブレインバンク。私たちのブレインバンクは東京都にありながらも。自然豊かな国立研究所で日々活動を行っています。この講演の後半ではバーチャル見学ツアーの後編をご覧いただきます。 それでは2つ目の講演知っておきたい高齢者うつに移ります厚生労働省の統計によれば精神疾患を有する患者の数は年々増え続けていると言われていますそんな中ご高齢の方がかかるうつにもいくつか特徴があるそうです次はそんな高齢者うつのお話ですお話いただくのは 東京大学医学部附属病院精神神経科助教水谷正史先生ですそれでは水谷先生よろしくお願いします国立精神神経医療研究センターの水谷と申します本日は知っておきたい高齢者うつというテーマでお話をさせていただきますよろしくお願いいたしますこちらが本日の目次になりますこれに沿って順番にお話をさせていただきます まずは21世紀ははメンタルヘルヘスののの時代でですすこちらら厚生労働省の資料から引用したものです平成14年から平成29年までの精神疾患の数の推移を示したもので全体的に数が増えていることがパッと分かりますがその中でもご高齢の方に多い認知症の数が非常に増えていてさらにこの回お話しするうつを含む気分障害も大きく増えています。 これに伴ってか国の定める5大疾病もがん脳卒中急性心筋梗塞糖尿病に加え2013年に精神障害が追加されました海外に目を向けると2013年にオバマ元大統領はブレイン構想というものを立ち上げ脳の研究へ莫大な資金を注入することを決定しましたオバマ元大統領は、 これを政権における大いなる挑戦の一つだと述べ、意義を強調しました。また、COVID-19 が猛威を振るっていた頃の2020年の3月、まだ緊急事態宣言なども出ていなかった頃には、WHO が声明を出しています。メンタルヘルスの危機を回避するには大規模な投資をというものです。このように国内・国外を問わず、ノメンタルヘルスに関しては着々とニーズが増大しており、 多くの人々が重要なテーマとしてて捉えているわけですではここで本日のテーマ「高齢者のうつ」に入る前にそもそもうつとはどんなものなのかをお話しさせていただきます。こちらは抑うつ状態における症状を DSM という基準から引用してきたものです。気分の落ち込み食欲が湧かない眠れない何も楽しめない心が疲れている頭が働かない焦燥感自分を責める死にたい ただこのように読み上げてみても字面を覆うばかりではあまりイメージが湧きませんなので仮想ケースを作成してみましたこちらのケースは完全なフィクションではありますが非常にありふれたものでもあります自分は生来健康で定年の前後は会社の重役を務めていた仕事を辞めてからというもの読書以外に趣味が少なく時間を持て余していた 旧友と話すときは楽しいがその回数も徐々に減ってきて虚なしさが募る娘は性格がきつく普段の話し相手はもっぱら妻のみその妻は割と元気なようだが自分は腰や膝が痛み最近は目も悪くなって読書さらできなくなってきた近頃はなんだか徐々に寝つきが悪くなり食事量も減って何もしたくなくなってきているだんだんと頭が働かなくなり時間の流れもおかしくなって認知症が始まってきているような気がする 先々週旧友が自殺して以来自分も生きている価値がないのではないかと思うようになっている。とているここにいかります例えば「不眠」「食欲の低下」「何も楽しめない」「頭が働かない」「そして認知症が始まってきているような気がするとありますがこのようにうつの進行によって認知症用の症状が出現するが 治療すれば回復するというものがあり、これを過性認知症と言います。そして自分を責めてしまうというものですね。ただできるならこういった生活は送りたくないわけです。できるなら、本当はこうありたいというケースをご用意いたしました。仕事を辞めてからは読書以外に新たな趣味も見つけ、新たな自分を発見できた。給油と話すと一層楽しく、互いに悩みを持ち寄ってよく相談している、 娘は性格がきついが定期的に連絡をしてはいる。腰や膝が痛み目も悪くなってきたので大学病院に行ったら短時間の手術で症状が楽になると言われた。徐々に寝つきが悪くなり食事量も減ったので睡眠導入剤と胃薬を飲み始めてみた。おかげで朝は気分が良く頭も日々元気に動いている。まだ認知症ではないが少し勉強してみるか。 そういえば、先々週旧友が自殺してしまってとても悲しい何か辛いことがあったんだろうかということで本当はこううででありたかったというものでした。かっといものし友人関係家族関係を含め何とか交流を保ち体の悩みなども解決し睡眠や食事をしっかりとって体力を維持し生き生きと生活できているというモデルです。改めて比較すると、 先ほどの仮想ケースのような状況は防ぎたいものだという印象をお持ちいただけたのではないでしょうかではここで本日のテーマである高齢者の鬱とは特にどんなものなのかをご説明させていただきます高齢者の鬱の頻度については論文による差が大きいのですが65歳以上で鬱状態になる方の割合は4.6から9.3% 75歳以上で何らかのうつ症状を呈している方の割合は4.5から37.4%となっております数字のばらつきは大きいのですが少なく見積もって20人に1人はいらっしゃいますし後期高齢者の方に限れば10人に1人や7人に1人くらいいらっしゃってもおかしくないということになります日本うつ病学会高齢者のうつ病治療ガイドラインによれば症状面での特徴としては次のようなものが挙げられます 自殺願望、悲しみ、興奮、病気への過剰な不安妄想や幻覚等の症状が出やすい高齢であればあるほど交通薬だけでの治療が難しくなる再発率が高く治った後の通院が大切認知症に移行することがある自殺が多い読んでみるとかなり厄介なものであることがお分かりいただけるのではないでしょうかではどうしてうつになってしまうのでしょうか これについては実際のところよくわかっていません。様々な論文は出ているのですが、決定的な研究結果となるとかなり難しいところです。レビー正体が溜まるとうつになりやすくなるという説もありますが、それにしたってすべてのケースを説明できるわけではありません。ここで、せめて現在わかっていることとして、うつのリスク因子を列挙させていただきます。おおむね体の状態がつらい。 心理的社会的に孤立している環境的に苦境に立たされているといった事項が多いですねそしてこちらは高齢者の方における自殺のリスク因子ですさまざまなものが挙げられていますがこれれだけあると頭が疲れてきますこの中で例えば年齢が高いから年齢を30歳に戻そうとはできないですがこれについてはどうにかして対策を立てられないかというものを挙げると 例えばこうしたものについて何とかできないかとなります。もちろんこれらも非常に何とかしがたいものなのですが。ということで、うつを予防するためにはどういったことができるか。まず、減らせるリスク因子を減らそうということになります。例えば、お酒を飲みすぎていると二次性に抑うつが生じやすいことが知られています。そして、脳と体を休めるために夜はしっかり寝ること。 社会的な孤立を防ぐために人とのつながりを大切にし悩みがあるのであれば専門家に相談をしていくということですもう少し具体的に見ますと厚生労働省のサイトによれば節度ある適度な飲酒は1日平均でビール 500ml、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯夜については日中にベッドを使用しないカフェイン・ニコチンの摂取を避ける 一部の薬の服用時間を見直すといった方法がありますが、まあ、ここではごく一部を抜粋させていただきました。より多くの情報を知りたい方は、e ヘルスネット「高齢者の睡眠」でご検索ください。その他に、人とのつながりを大切にというために趣味のサークルに入る、地域の催し物を活用するといった手段もあります。そして意外に効果的なのが、疎遠な家族との連絡を増やすなどでしょうか。 悩みがあれば積極的に専門家に相談をされると良いかもしれません例えば精神保健福祉センターには相談用の電話窓口があることが多いですし診療内科や精神科を受診するほどでもと思った時には心理士によるカウンセリングなどを利用しても良いかもしれませんその他の観点からうつを予防する方法を探してみると日本うつ病学会高齢者のうつ病治療ガイドラインでは薬物療法以外の治療法としてこういったものも挙げられています いずれも一部の薬物療法に比べるとエビデンスレベルが少し下がりますが例えば運動療法積極的な運動療法の方がより効果的であるとされていますまた光療法、えー、衝撃的なことにイラスト屋さんは光療法のイラストも作成されていらっしゃったようで、えー、このように知名度が徐々に上がってきておりますまた食事療法、えー、青魚や夏類が良いとされております こうした治療法が大なり小なり効果的だったという論文があったということですが、まあ、これらを実行すれば必ず精神状態が良くなるといった類のものではないことには、重々お気を付けください。ということで本日は以上の項目についてご説明をさせていただきました。簡単にこれらの回答をまとめますと、21世紀はメンタルヘルスの時代です。うつは辛い状態です。特にご高齢の方のうつは厄介です。 うつのメカニズムは未だ特定できていませんがリスク因子は分かってきていますうつを予防するためにできる範囲の対策を講じるのも良いのではないでしょうかといったところで私の発表を終了させていただきますご,ご視聴いただきありがとうございました高齢者うつの特徴や症状について伝わりましたでしょうか悪化させないためにも専門医を受診し 積極的な予防を心がけていきましょう水谷先生ありがとうございましたさてここで特別企画の2つ目 NCNP ブレインバンク責任者である国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部部長高尾正樹先生へのインタビュー映像をお届けします。昨年2023年は ブレインバンクにとって変化の年となり思いの架け橋へを新しいテーマに決定しロゴの刷新そしてホームページのリニューアルを行いました今回の映像では今後ホームページに全編版を掲載予定の映像から先取りでそのダイジェスト版をご覧いただきますええ皆様こんにちはあの私は国立精神神経医療研究生誕病院の 検査部の高尾と申しますブレインバンクというのはですねなかなかあの耳慣れない言葉あの初めてという方もいらっしゃると思いますけれど、まあ、ブレインのバンクということですので、まあ、脳をあるある意味では集めているといととうことになりますで、まあ、具体的に脳を集めているというのがまあどういうことかというふうなことになるかと思いますがあのまあ皆様はあの中にはその病理解剖という言葉を お聞きにならられていいいるる方いらっしゃるかと思いますけどあ,のまあ病気でいつかはあの人間は死を迎えるわけでありますがまあ亡くなった時にですねあの病理解剖といってそのまあ亡くなられた原因であるとかあるいは病気がどういった状態だったのかということをまあ検索するあるいは次の医学の発展のために行う病理解剖というのがあります。そのの病理解剖というのは その解剖をして検査結果が出て終わりということになってしまいますけれどその際にですね病理解剖で得られた脳組織あるいは他の組織を系統だってきちっと集積していって将来の医学の発展のための研究に役立てようというのがブレインバンバクですこのブレインバンクという活動はですね 我々の今の世代にはすぐには影響しないかもしれませんけど次の世代であったりとかさらにその次の世代のためにですねブレインバンクの研究というのは、まあ、各施設で行う研究もありますけれど一番重要なところはその収集した資料をですね多くの基礎研究者にきちっと供与して共に研究をしていって いい成果を出すということが重要であります。ご存知のように今の医学というのは医師だけでできるものでは当然もなくですね。多くの基礎研究者あるいは医学に関わらない別の分野の工学系の研究者などの力も必要でありまして、まそういった方たちとま研究をしてきているわけであります。まあのここ何年かにおいてはですね、例えばその認知症に関わる神経疾患の関連するタンパク質のま原子構造の解析などに関しては。 まあ英国の施設とともにですね多くの成果を出しておりますしまあここま,あまだあのすぐに2年3年で出るわけでもないですけれど徐々ににいいいいい研究が出ててるのではないかなとううふうに思っております5年10年のスパンで何か達成できるものでは決してないのでその次の世代の先生とかその次の次の世代の先生たちにも順次参加していただくということが重要でありますのでバトンタッチといいますか。 それができてて永続性のあるるブレインバンバクににななとといいなという,ふうに思っております内科医であったりとか病理医であったりするので、まあ、あのちょっと外科医ではないので背景の人たちがですね、まあ、手術場とはちょっとまた違うんだろうと思いますけれどやはりあの亡くなられた方の病理解剖をするっていうのはそのもちろんそのブレインバンクのために あの病理学的検索をした組織を収集させていただくということありますけどその前にやはりその病理解剖っていうのはその方が亡くなった原因であったりとかえ先ほど申し上げたように病気の広がりであったりとかそういうのも確認するっていうことがありますのでまあそういうところにきちっとまあ見落としがないようにきっちりやりたいっていうのはまあ,ありますよね。ですのであのまた病理解剖自体は医者だけではなくてですね あのそれに関わる検査技師あるいはその患者さんをまあ見ていた臨床医なども一緒に関わってやりますのであのま非常に緊張感を持ってやっているのではないかなというふうにも思っています、ね、やはりその文化とかもありましてなかなかその解剖までっていうふうになられる方がまあ日本は多いのかなと思いますで僕自身はまあ一時ちょっとあのアメリカでも少し 働かせていただいたただありますけどアメリカでは比較的その病気を持ったご家族とかあるいはまあ場合によっては遺伝性疾患を持ったご家族とかがここうういいっったた参加にににすすることと非常に積極的な方がが多かったなという印象がありますむしろまあ向こうの方ご家族の方からアプローチしてこられてで、まあ、ご家族中を紹介してきたりとかあのやはりその家族としてその病気の克服に貢献したいとかっていうふうに言われる方が多くて。 まあ、あの日本でもでも最近そういう方も増えてきて、まあ、僕自身がこう関わっているですね、まあ、あのまだ患者さんご存命で関わっている患者さんとかあるいは家族の中にもあの、まあ、自分が亡くなった時にそういうふうにしたいとかあるいは他の家族もですね同じ病気になられている他の家族も同じようにそのブレインバンクにあの入ってもらいたいので。 そのままあの一緒に見てほしいとかっていうふうなことも言われることも増えてきましてまあそういったあの方が全員であるも実はもちろんないんですけれどあの日本もやっぱりその少しそういったことにもですね理解をしていただけるような雰囲気をやっぱり我々も作っていかなきゃいけないと思っているのでまあそのためにはもう我々もブレインバンクの意義であるとかあるいはそのブレインバンクによってどういうふうなことがですね あの人々に還元できているのかそういうことをきちっとですねあのお伝えしていきたいなというふうには思っております皆さんいかがでしたでしょうかブレインバンクは脳を保存するというだけではなく死後病気になった原因を探り体に生じている変化がどのようなものであるかを研究する病理学がとても重要に関わっているというお話がありましたね この講演をご覧いただき、思いに共感し、医学の発展に向けてともに参加していきたいという方がいらしたら、ブレインバンクへお問い合わせください。それでは三つ目の講演、脳卒中とその予防についてに移ります。脳卒中という言葉はよく耳にしますが、実はいくつかの病気をまとめた名前だそうです。 そんな脳卒中の予防についてのお話ですご講演いただくのは国立精神神経医療研究センター病院臨床検査部医長大平正幸先生ですそれでは大平先生よろしくお願いしますはい、えー、よろしくお願いします、えー、国立精神神経医療研究センター病院臨床検査部の大平と申します 今日は第23回ブレインバンク市民公開講演会ということで、脳卒中とその予防についてお話をさせていただきます。まずですね、今回、脳卒中というものを取り上げた理由についてですね、お話をさせていただきます。 ここにお示ししますのは、厚生労働省のホームページに記載されております、2022年の国民生活基礎調査の概況という題で載っている表なんですけれども、そのうちの一つに、要介護度別に見た介護が必要となったら主な原因というものが記載された表になっています。で要介護 っていうのは、まあ、簡単に言うと、要支援よりも要介護の方が介護が必要、つまり症状としては重い、そして介護が必要となった原因をここに書いてあるんですけども、要介護1から要介護5に向けてだんだん重くなっていくというような印象で捉えられていただければいいと思いますけども、要は下の方が、えー、重い患者さん。重い 症状になって、介護を要するになった人の原因の病気の一番多いものが4と5で、特に重い方の下2つのレベルでは、脳血管障害というふうになって、疾患というふうになっています。で、えー、とこちらの方、脳卒中というものなんですけれども、脳卒中というものにもいろいろな原因があるんですが、まあ、それはいくつかの疾患、病気、 を含めて脳卒中と一まとめにするとこれだけの量になるということになります。一番重いところから2つ、要介護4と5では1位ですし、1から3でも2位に入っているということで、介護が必要になる原因として、脳血管疾患というのは無視できないということになるかと思います。続きまして、脳卒中とはと いうことで、えー題の、今回のお話の第の,の脳卒中というふうに書かせていただきますけれども、まあ、脳血管障害と、まあ、大体似たものだとこの、この時点では考えていただいていいかなと思います。えー、脳血管疾患前の表の、前のページの表で出てきた脳血管疾患というのは、脳の血管の障害により脳細胞が破壊され,ている,される病気ということで、大きく2つに分けられます。簡単にに言うと血管の外に 血が出てしまうか、血管の流れが悪くなるか、まあ、その2つですね。で、血管の外に血が出てしまう、つまり出血、出血するものは出血性の血管疾患と言いまして、大きくその出血する場所、まあ、大体出血源というのは小さなこぶ、血管のこぶ。 難しい言葉で言うと、動脈瘤とか言ったりしますけれども、瘤と言ったりしますけれども、そこから出ることによって、まあ、脳の中に血が出てくるということなんですけれども、奥の細い血管から出ると脳出血だし、脳の表面のくも膜っていう膜から出るとくも膜下出血っていうものになります。これらは出血、血が出ることによって起こる病気なんですけれども、反対に血管が詰まって、その先に血液がいかなくなることによって、 その先の脳細胞がやられてしまうというものを虚血性脳血管疾患と言って、まあ、ずっと詰まったままになってしまって脳,脳細胞がなくなってしまう障害されてしまうというのが脳梗塞それが一時的でその後すぐ流れて元に戻るというのが一過性脳虚血発作というふうに言われていますこのようなものを全部まとめて、まあ、脳血管疾患脳卒中と言ったりします 脳卒中がなぜ問題かというと、まあ、先ほどの表現でお示ししたとおり、やはり後遺症を残すことが多いというのが一つの問題になります。そして、うまく後遺症にとどまらなければですね、突然死を招くことはあるということでございます。でえー、と後遺症というのは、まあ、本当に、えー、種々様々で、 ありまして、手が動かなくなったり、足が動かなくなったり、言葉が喋れなくなったり、目が見えにくくなったり、しびれてみたりという形で、その脳の血管のどこがやられるか、どんな形でやられるかによって、さまざまな症状が出て、それによってさまざまな後遺症を残すと可能性があるということが、やはり問題となっています。特に脳卒中の場合には、まあ、確かに最近、 治療が、いい治療がいくつか出てきて、特に脳梗塞においては、まあ、早く治療をすれば後遺症を残さないでも済むかもしれないというような治療もあるんですけれども、それでもやっぱり100%ではないですし、脳梗塞以外の場合は、やはり根本的に元通りに治す治療がないといったようなパターンもありますので、やはりここら辺の理由で、脳卒中というのは非常に我々にとって重要な問題になってくると。 ということになりますなので、やはり脳卒中というのは起こした後よりも起こす前の方がやっぱり重要ということになってまいります。まあ、具体的に言うと要は予防ということになるので、まあ、予防をするためにはどうするのかというとやっぱり原因を潰すということになります。脳梗塞であれば高血圧不脈糖尿病喫煙肥満など まあ特に血高血圧、あとは、えー、喫煙、あと不整脈があれば不整脈が重要ということになりますし脳出血や細か出血圧は高血圧、喫煙、飲酒などというふうに言われています。で結局予防ができるのかというと100%の予防というのはなかなか難しいと思います。まずなぜならです、ね、男性であることとか高齢であること、年齢が上がることも やっぱり脳卒中のリスクになりますので、ここら辺を完璧に防ぐというのは難しいと思いますが、治療可能なものもあるということで、特に高血圧動脈硬化、喫煙、特に動脈硬化は内臓脂肪、例えばその皮下脂肪といって皮膚のすぐ下にある脂肪ではなくて、もうその中の中内臓の周りに溜まっている脂肪というものをなるべく減らす、要はやっぱり体重を減らす。 ということにはなるんですけども減らすこととか、後継圧とか後継度とか、シスタ態の異常を是正するということが非常に重要になってくる、先ほどちらっとお話ししましたけども、不整脈に関しては、その不整脈を早めに捉えて、まあ、不整脈自体を治せればいいですし、治せなかったら、えー、血の塊が心臓の中にできることを予防する薬を飲むということも重要になってくるかなと思います。 で具体的に、まあ薬,でえー、薬を、まあ、飲むと治療する以外には何をしたらいいのかと、日頃の生活から何をしたらいいのかというと、まず適度な運動で散歩することとか、コレステロールが上がるとまずいわけですが、コレステロールを多く含む食品を控えることとか、血圧が高ければ過剰な塩分を避けるとか、えー、先ほどお話した出血性,出血性の脳卒中に関しては特にお酒を避けるとか、あとはタバコを控えるとか。 いうことが重要になってくるかなと思いますし、これはご自身でなければできないことなので、ぜひ、もしお気,になる気になるのであれば、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。とは言ってもです、ね、いろんなことがありますので、簡単にこれらのことを標語のようにまとめたいいホームページがありましたので、そこから引用してお示ししたいと思います。 これは日本の卒中協会さんの出している、まあ、10か条という形で分かりやすい理解しやすい形で今お話した内容を簡単にまとめていただいているものがありましたので協会さんのご許可を得てこちらにご提示させていただいております、えー、ホームページには載っておりますが1番から9番まではですね実は予防のことなので 今お話しした内容が簡単にまとめられていますので、ご参考にしていただければいいかなというふうに思います。それでは、今日の私のお話を以上にとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。脳卒中の中では、発症すると生命の危機が及んでしまうものがありましたね。日々の暮らしの中でできる予防にも気を配っていきましょう。 大平先生ありがとうございましたさてここで特別企画バーチャル見学ツアー後編の映像をご覧いただきます後編では核心部でもありブレインバンクでも限られた人しか入ることができないとある部屋もご紹介しますそれでは早速映像をご覧ください 先ほどスライドガラスに乗せられた標本に色をつけていきます診断に必要な様々な染色を手作業で行います 最後にコーティングをして完成です。 を行う機械で約70種類の中から診断に必要な染色を行っています。 ここは病理診断室です完成した標本を医師たちが顕微鏡を使って診断します一つの標本を複数台の顕微鏡で見ることができ医師らは顕微鏡を覗きながら議論を重ねていきます をご案内しますここでは凍結した脳を24時間365日マイナス80度に保たれている超低温冷凍庫で保管していますやむを得ない事情を除き半永久的に保存され未来の医学研究に役立てられていきます脳資料が提供される 医学研究は第三者を含む委員会による倫理面・学術面双方の公正かつ厳密な審査を経て決定されます私たちブレインバンクは医学の発展に貢献をしたいという思いで希望される皆さんと将来の医学研究との思いの架け橋としてこれからも活動を続けてまいります 思いの架け橋へ NCNP ブレインバンバク私たちのブレインバンクでは未来の医学の発展へ向けた皆さんの思いの架け橋となり一度お預かりした検体や資料はスタッフが責任を持って保管し病気の克服へ向けた研究に役立てられます。それでは本日最後の講演 認知症患患者者の人生会議と緩和ケアに移りますす高齢化がが進行し認認知知症症急増する日本認知症は進行すると身体的な衰えが目立つようになり自分の意思をうまく伝えることができず人生の最終段階をどのようにしたらよいか話し合う人生会議の実施は難しいことがありますが。 厚生労働省でも人生会議の普及、啓発の取り組みを行っていますこの講演では、多くの認知症の患者さんを診療する医師が日々の気づきや取り組みについてご紹介しますお話しいただくのは、赤愛会横浜舞岡病院認知症疾患医療センター副センター長千葉雄平先生ですそれでは千葉先生にバトンタッチします 皆さん、はじめまして、横浜にあります、関愛会横浜マ岡カ病院の医師の千葉と申します。自己紹介になりますが、横浜マ岡カ病院で勤務しておりまして、認知症疾患、医療センター、センターということで、認知症の外来、また認知症治療病棟での病棟診療も行っております。 今日は認知症患者の人生会議と緩和ケアについてお話をさせていただきます。今回お話しする認知症の緩和ケア見取りについてなんですけれども、あの、私がそういうお話をするときに患者さんに説明する内容をお伝えしたいと思います。認知症の患者さんは、 いわゆる発達の逆を行きますよということを私は説明しています。この図でお分かりの通り、赤ちゃんが生まれてからですね、食事を食べるのは母乳を飲むところから柔らかいものをして、だんだん噛んで食べられるようになっていって、というような形で発達をしていきます。ハイハイから立って歩くようになって、おむつから自分でトイレができるよう そして学習をしていくようになっていくというような形で成長発達をしていくと。ただ、高齢期認知症になってくると、それの逆になってきます。認知の機能が衰えてくる。そして運動神経の障害が出てきますので、歩行障害が出てきて、そうすると杖を使ったり、車椅子が必要になったり。また、着替えとか入浴とか。 そして、食事なんかにも、介護というものが必要になってくるというような形で、老化、老水というような形で経過をしていきます。まあ、人間として自然な発達して老化してっていうような自然なプロセスですけれども、そういう中で認知症の方々をどういうふうにケアしていくか、そしてご家族さんをどういうふうにサポートしていくかというところが非常に大事になます。 重度の認知症の方で考えなきゃいけないのは、本人の生活の機能ですね。どういうふうなことができるのかということが大事になってきます。特に、ここでは園芸って書きましたけど、飲み込みの力については非常に評価が必要です。また、予後の検討どのくらいの時間が残されているのか。で、生活の場はお家なのか、施設なのかということを決めていかなければいけません。え、いわゆる、アドバンスドケアプラン、 日本語で言うと人生会議と言われておりますが、まあそういうものが実施されているのかどうなのか、実施されていなかったとしても、ご本人の意思はどうだったのか聞いたことがあるかどうかです。まあそういうふうなことを確認する必要があります。で、具体的にケアを行っていったり、まあ見取りをどうしていくかということを決めていくということが必要になってきます。いろいろな終末期がありますけれども、 がんや、えー、心臓、肺などの内臓系の病気ですね。は、あの予、予後が分かりやすいというところがあります。比較的分かりやすい。ただ、認知症や老衰に関しては、まあ、本人の体力次第というところも結構大きくてですね、なかなかいつになったらお別れが来るかというのは予測しにくいというふうに言われています。ただ、先ほどもお話しした通り、運動神経の障害が出てきますので、まあ、 トイレが失敗したり、歩くのが難しくなったり、飲み込みがうまくいかないというようなことで、えー、徐々に転んで骨折を起こしてきてしまうとか、食事の量が減って免疫力が落ちてしまう。そうすると感染症である肺炎とか、また褥瘡等々が起きてやすくなってくるというところで、いずれ、えー、お別れというふうなところを、あのー、覚悟しておかなければなりません。 私がよく説明する患者さんの予後についてですけれども、えー、家族を認識することができない。言語的コミュニケーションがあの最低限しかない。はい、言えかぐらいですね。えー、あと、完全な全解除の状態というような、この3つが揃ってくると、あのかなり、まあ、末期になっているというふうにお伝えするようにしています。でこういう状態、 が、揃った患者さんを、認知症の患者さんを18ヶ月間観察したところ、41%の方が肺炎を起こし、半分以上の方が発熱。ただし、肺炎を除くということですね。で、80%以上の方が食べ物に関する問題を起こして、55%が亡くなったというような報告がありますので、まあ、こういうところで、その患者さんの予後というのを 評価するということになります。えー、その認知症の緩和ケア、または終末期というものを、どのように評価すればいいのかということについては、非常に難しい問題があって、えーで、ここにはエンドオブライフ、終末期ですね、のインデメンチャー、認知症の終末期のスケールということで、評価尺度を が報告されていますでこれは、えーまあ、20年ぐらい前に報告されているものなんですけれども、これを、えー、私たちは、えー、日本語版に翻訳させてもらって、その妥当性を調べるというようなことを行っております。でこのスケールはですね、まあ、3つからあの成り立っているんですけれども、あの満足度というこのですね。えーまあ、ご家族さん の視点から測る。そして、本人の側からは、症状の管理と本人の快適さに関して調べるというようなスケールがありますので、この3つのスケールで良い方向になるようにというような視点で、患者さんに、またご家族さんに向き合うというようなことをしています。具体的に説明していきますね。 認知症の終末期の方の対応としては、大きく分けて2つしなければいけません。アドバンスドケアプランニング、ACP と言われる人生会議と言われるものです、まあ。本来は意思決定能力低下に備えての対応プロセスっていうような形になりますけれども、認知症の方であると、本人が意思決定能力が既に低下しているということがありますので、まあ、それを支援するというところも 含まれてきます。主にご家族さんとの共同というような形になってきます、えー。具体的にどういうふうなことを話し合っていくかというところなんですけれども、ご本人の意思があればそれを参考にするというのはもちろんですけれども、えー、ご家族の方からは本人の生き方を伺ってどういうふうな人なのかということを聞いていくというところがあります。そして本人だったら 認知症になる前の本人だったらどういうふうに考えるかなとか、また認知症になってしまった今であっても本人はどういうふうに思っているだろうかというのを家族の視点から聞いていくと。そして、ご家族さんにもいろいろ事情がありますので、ご家族さんの希望とか、あそういうことも伺います。えー、病院や医療者ですね、えー、はご本人の医学的な知見からの情報の提供を行います。えー、そして、えー 患者さんの家族と患者さん自身が状態がよくわかるように理解できるように支援するというようなそういう役割を行います。で、この2つの側からの情報を共有することでどういうふうにしていったらいいのかなっていうところを合意を形成していくというそういうプロセスになります。で、具体的にプランを作成する形になるんですけれども、まあ、いわゆる DNR と言われる蘇生 行為を行うかどうかというようなことであったりとか、あとは人工栄養法ですね。食事の与え方をどういうふうに決めていくのか,か、色を作るとか作らないとか、点滴をどこまでするかしないか,とか、そういうふうなことを一緒に考えていきます。そして、ご本人が辛くないように、苦しくないようにというような緩和ケアというところをどういうふうにしていくかというところを共通の認識に立つというような形になってきます。 で、このプロセスを何回も何回も繰り返してですね、えー、まあ、ご家族さんにとっても納得めるもの、病院、ええー、や介護施設にとっても、できるだけのことをやったと思えるような形になるように、えー、話し合いを進めていくという、そういうプロセスになっていきます。えー、先ほどお伝えした、えー、エンドオブ・ライフ・ディメンチアの評価項目の満足度のところですけれども、え、これはご家族さんに書いていただく項目になります。 えー、全部は読めませんけれども、えー、ご家族さんの側から私はあらゆる意思決定に十分に関わっていたと感じました。とかですね、スタッフは私の求めていたことや感じていたことをよく気にかけてくれました。とか、えー、あとは、えー、私の家族は有効な治療やケアを全て受けることができました。とかですね、まあ、こういうふうなところで満足度を測っていくというような形になります。医療者の側はこういうふうなことで、えー、ご家族さんが 不満足にならないようにというような、そういう形での対応を行います。そして、えー、いわゆる本人に対するケアになってきますけれども、緩和ケアですね、えー、本人の苦痛をできるだけ除去するというような、そういう視点が大事になってきます。えー、安らかな死と相関する エンドオブライフディメンチアの評価項目というところで、先ほど症状管理というのと快適さというのがありますとお伝えしましたけれども、ここにこのスケールが書いてあります。で、いろんな体の症状が書いてあったり、あとは精神的な症状が書いてあったりしますね。で、最後の,あの場面では、体のこととか、っ息切れ感とかっていう体のこと、または不安感とか、 うめいているような感じとかですね。落ち着きがないような感じとか。まあ、こういうのはいろんな項目があるんですけれども、えー、まあ、こういうふうな視点で、患者さんが普通がないように、不安がないようにというような、まあ、そういう関わりを考えていきます。で、えっ、ー、と、これは先行の研究ですけれども、92名の方を調べて、安、えー、らかになくなった。えー、ダイイングピースフリーと。 いうような、だったというふうに考えられた方を、あの、ご家族さんから聞いてきてですね。で、そういう安らかな足と、あの、関連していた項目っていうのを調べていくという論文がありました。で、その結果がこちらに赤字で書かせてもらってるんですけども、えっ、ー、と、まあ、うつとか不安、恐れとか、あとはイライラしてるとかですね、そういうことだったりとか、 また、あとは不快感、落ち着かない感じ、えー、窒息感、恐怖、不安、うめき、安寧、平安、落ち着きというような、あのこういう項目があの関連しているで。特に太字のものは、ものすごく強く関連しているというふうに言われていました。で見ていただくとわかる通り、体の症状よりも精神的なあ症状がないかどうかというのが、ものすごく あの、安らかになくなったかどうかというところに関連が強いということが見えてきています。なので、あの、まあ、体のところを見ないというわけではありませんけれども、やはり精神的な様子っていうのを重視するというのが大事だろうというふうに言われています。えー、まあ、認知症の方が、あの、どんどん進行していくと、どうしても感染症の対策とか、延下障害の対策というふうなところを あの、行わざるを得なくて、精神症状の対策というところは、どうしても、あの、次のあ優先順位になりがちなところがあったりします。えー、ただ、なかなかですね、感染症や演技障害というところは、なかなかこう、治すというのは難しくなってくるということってあります。えー、まあ 直すと頑張ることが本人が苦しい時間が長くなっちゃうっていうことも、あの、ある面では、あの、ありますので、あの何を目的にこの辺の対策を行うのかというところがポイントになってきまして、まあ、先ほど精神的な症状が少ないということが安らかな死につながるというふうなところであれば、まあ、精神症状の対策ってところにちょっと注目していくというところもすごく大事かなというふうに思っています。で、 こういう対策を行うことが精神的にも落ち着かせることの効果がありそうだというようなことであれば行っていくし、あまりここを頑張ってもですね、精神的にはあまり変わらないとか、むしろ苦しくなってしまうというのであれば、まあ、あの、それ以上必要以上の治療を。 行うべなかなか、あの、認知症が進んでしまうと、言葉でのコミュニケーションというのが難しくなってきますので、えーま、全解除の状態というふうになってきますけれども、えー、それでも認知症の患者さんは、 言葉は使えなくても、視覚であるとか、味覚、嗅覚、聴覚、触覚などを介して、コミュニケーションが取れると思いますし、まあ、その、身体介護を通してですね、本人の表情とか、体のこわばりとか、硬さとか、そういうのを感じてあげると。まあ、本人も生きていますから、その辺の人間として理解するというところを、あの、大事に見ていただけるといいかなと思います。なので、 まあ、あの、患者さんの方と、ご家族と、あと医療者、介護者で話は行うんですけれども、まあ、この EOLD、ね、尺度を用いた評価というのを間に挟みながら、ご家族と話し合い等々を進めていくというのが大事ではないかなというふうに考えております。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。 これで全ての講演が終了となります千葉先生ありがとうございました今回の講演では身近な病気とその予防についてをご紹介してきました病気は急に訪れるもの少しずつ進行するものなど様々です人生の最終段階では家族の手助けが必要になることも多くあります人生会議を取り入れながら 日々の暮らしの中で家族とコミュニケーションも大切にしていきましょう私たち NCNP ブレインバンクはこれからも脳ののの研究の発展と病気の克服を目指しし活動していきます今回の講演内容やブレインバンクに対する質問やコメントは NCNP ブレインバンクのホームページにある「お問い合わせ・資料請求」のページ。 講演会のご質問、ご感想からお寄せください。ホームページは映像の概要欄にリンクがございますのでご参照ください。これで第23回 NCNP ブレインバンク市民講演会「考えてみよう脳と人生」を終わります。動画をご視聴いただいた皆様ありがとうございました。 NCNP ブレインバンク。